トモロンです。はい、サクレレモンです。今回はね、こちらのダークネオストーム開けていきたいと思います。出てくよ。なんだっけ、今回新テーマは入ってないんですよ。あ、そうなの。実は新テーマがないんだけど、こう旧テーマを強化するものがね、いくつか入ってたりするわけでございますよ。ちょっと手が滑って順番ぐちゃぐちゃになっちゃったけど、まあいいか。サイバースリマインダー、サイバースのエクシーですね。エラマメンチサウルス、ついに来てるダイナレスラーマメンチサウルス。マジで？マメンチサウルス。よかったじゃん。ザ・ブレードが。そして、オルターガイスト・ホーンデッド・ロック。確かこれ、オルターガイストのトラップを無効にするやつですよね。ホワイトレイヤー。調量はね、作ろうと思ってる。そう、作ろうと思って今ね、作ってる最中です。はい。で、グリッドスイーパー。グリッドそれ違う。グリッドだ。確かに。オルターガイスト・フィフィネ・ラーク。なんだっけこれ。オルターガイストのチューナーね。これどうなる？このカードが場にいる限り、相手はオルターガイスト・フィフィネラグ以外の自分の場のオルターガイストモンスターを攻撃対象に選択できず、攻撃効果の対象にもできない。え、こいつ強くんなかなか。ザ・ブレドーが。戦いたくねえな。マグナ・フォミッション。フィロ。なんで攻撃力ゼロなんだよ、お前。何それ。クーガダン使いさん。おー、クーガダンだ。かわいい。でも攻撃力ゼロなんですよ。なんでだよ。ネオフレームベル・レディ。これちょっと面白い効果なんで、ちょっとこいつ使ったデッキ作りたいなとか思ったりします。キメラティレッスル、コエロティシラット、ドローガイ、アランコール、はい、全部切れたよ、ありがとうございます。アンブロエール、なんだこれ、なんかすごい炎属性と機械属でクジラモチーフで、星ムクドリ、テラパルクリオ、隠れ棒でいいのか、アルマドゥーク、ついに、聖杯もこんなに、生物の守護霊もこんなに大きくなったね。ショーランソージャー、ラウドクラウド。あ、これ。なんかイラストかっけえ。フィニックス。ソリッドガー。ドミニートガー。あ、出た。まやかし開口。このあれっす。あの、雪女の絵が好きです。はい。ぶっちゃけドミニートガーそんなにいらないんだよな。じゃあ次の5バックいきたいと思います。ソリッドガー。いいじゃん、後期の新規出たよ。やったー。エクシーズスライドルフィン、なんか素材になれるんだね。ファイアウォールガーディアン、おお、こいつね、スーパーレアとずっと思った。お、出た、生物の帯同。ほらメロダーク、なんかあれだな、守護竜真っ黒だな。ラク消しのパズロミノ、なんこれ。自分と相手の場から同じレベルなので、このカードはすでにモンスター存在にいる状態で、リンク先にモンスターが表側で特殊召喚された場合に、1から8のレベルにモンスターのレベルを変動すると。すごーい。フレンベルで、レディ。フェーネックス、モルト・シュラーク。これ。あれ、剣の方持ってんじゃん。オルフェド・ゴール・クリマックス。クリスマスと読み間違える。サイバースリマインダー。お、出た、エクスクローラー。デウス・エクスクローラー。マーシャルアング。ランコールからの、お、開口いいね。ドローがいい。さ、ブレドコ。エスクリマメンチ。隠れ棒。竹消防みたいな。お、出た。マドルチェ・グラス・レ。ティーチャー・マドルチェ・グラス・レフレ。あれ、マドルチェは確かまた1枚でワンキーできると思ったんでしょ、こっちのわけで。嬉しいね。ちょっと、多分紹介取るかな。うん。ハンディギャロップ。コエロ・フィチラット、読みづら。生物が、なんていうのこれ。もたらす崩壊。カオス、ベトレイヤー。体、バスタースナイパー。バスタースナイパー強いと思うよ、俺、ツナビ。バスタースナイパー。うん。バスタースナイパー強いと思う、マジ。テラパルクリオ。クリオルタ。おドラッグ、ウィリオン。これは攻撃止めるやつよね。うん。スタンディン。こいつどんな効果？知らん。自分の場のモンスター1体をリリースし、そのモンスターと元々の種族属性が異なる相手の墓地のモンスター1体を自分の場に、相手の場からモンスターをパクれるよと。強いじゃん。墓地からか。バースターリブーツ。わー、はい、やったー。リブーツ。パズロミのフィネックス。お、また、今、ちょっとこの方がいい。イブ来た、ミコユ。ミコユ来たよ。やったね。やった、ミコユ。ゲッツ。サイキグリフト、こいつも強いんだよな。こいつも1枚からバスターも出せるやつ。マーシャルアンガ。で、デリンジャラスドラゴン。ラウドクラウド。イラストがかっこいい、マジこいつ。ここでまさかのね、クラウディアン神器ですよ。で、大鳥物。ダイナレスラー、キメラティレッスル。ファイアウォールガーディアンからの、バススナイパー。バスモゼル。
フュージョンのディスティニー来たよ。フュージョンのディスティニー。おー、何回も言いたくなるよね。フュージョンのディスティニー、フュージョンのディスティニー。あれオーブついてない、フュージョンディスティニーだった。うん、フュージョンディスティニー。オーブどこにあるんだってずーっと見てたけどさ、うん、こいつ適合できるっていう、なか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 イカれたやつ。強いじゃん、はい、オーバーフロー。強いじゃないか。え、そのままエグ、お出た、ラパウール、ラルパウール。キラキラしてる。感想。確かこれでなんかガンドラーのなんかワンキルもやりやすくなったとかなってないとか、そういう話です。はい。これさ、今回さ、あれじゃん、あの、第4弾じゃん、その2018年度の。ゴミ箱こっちに置いてたとしね。はい。第4弾はさ、ここでさ、20th Secret 引かないとさ、もう二度と 20th Secret が入っ、すべに色の。よかったじゃない。こいつ俺強いと思うんだよね。傍らにいるワンちゃんも可愛い。ちゃんワン。ちょっとこいつもね、早く3枚集めたいカードですね。はい。再現。テラパルクリオ。マーシャル、クリオルタ。クリオルタ。暴竜の旋律。だからデストルトってこういう見た目だったんだ。全体像こういうんだったんだ。そんなんだろう。正面絵しか分かんなかったからさ、実際どんなんかちょっと分かんなくて、こんなんだ、ね、なんとなく想像はつくだろう。ブラスターマグナ、こいつがレアなのかよ。ブラックウィリアム。勝ってそうだけどね。そう。ラウドクラウド。オーブフロー。テスタメントパラディオン。ディータクティクス。デニジャルスラボ。星向くドリー。なんかキメラティーリスルめっちゃ見る気する。マグナフォーメーション。うん、ピロ。ピロ。かわいいね。グリッドスイーパー。テラパルクリオン。もうなんか、見慣れた。お、なんか、出たよ。エクシーナス。ハルバードキャノンスラッシュパース。かっこいいな。そう、火力4500っすよ。バギョンじゃねえか。4500ですよ。ハンディギャロップ。マメンチ。エクスクローラー。エクスクローラー。エクスクローラー。こそさ、囁きながら言うと何でもかんでもエクスボディになる説。ならないです。サイバースマインダー。これラフビルフ。こいつ読みづらい。ドローガイ。はい。メロダー。なんかさ、チラチラ次のカード見えちゃうんだよね。サイバースリマインダーから。オーバーフロー。もたらす方がいい。次のカード見るのはお前のめくり方だよ。タキタマイニング、めっちゃ欲しかったカード。めっちゃ光ってる。クリオ、ドラッグウィリオン、グリッドスイーパー、グリッドマン、グリッドマン。目を覚ませ僕らの世界が何者かに侵略されてるぞ。来たクロスガイ。おお、きなクロスガイ、クロスガイ、X ガイ。取れないんだけど、ねえ、ちょっと、どうなってんの？ねえ、切り方甘いんじゃないの？サクレくん。知らない。あれサクレだっけ、お前名前。サクレ。なんだと思ったの？あれテプラだっけ、サクレだっけ。誰が誰だか分からなくなっちゃう。テプラの編集だよ。テプラ編集ね、はい。はい、エクスクローラー、デリンジャラスドラゴン、星ムクドリ、グリッドスリーパー、スイーパー。なんとかスイーパーってなかった？通販のなのかね。なんとかスイーパー。それ、なんだっけ？それ、なんか腹筋系だっけ？それも。うんと、忘れた。なんとかスイーパー。H2O スチームクリーナーだ。H2O スチームオープン。うーべべおー、2枚目。しくったー。いやーさ、しくかぶりが一番悲しくない？いや、でも、しくかっこいいからいいじゃん。かっこいいけどさ、いや、いいですよ。ステクジナスの、お、雪娘。だって、雪女の成長前。クラウドラウド。フィフィネラグ。こいつもよくみんな、キメラティーレッスル。ファッション。これはなんかね、イラストがいろいろ不安ですよね。はい。お、お前がレリ、アストラム。おかっこいいよ、こいつ。かっこいい。もう随分成長しましたよ。あ、多分これ順番がぐちゃぐちゃになってるからか。これ何これ。チェーンホール。チェーンホールはあれですよ、ユーギが使ってたカードですよ。いや、違いますよ。それチェーンデストラクション。チェーンデストラクションか。そう。じゃあなんだそれは。新しいカード。お、新規カードか。そうだ。魔法トラップモンスターの効果が発動しにチェーンして、相手がモンスターの効果を発動した時に発動できる。ややこしいな。何だそれ。魔法トラップモンスター効果の発動にチェーンして相手がモンスターの効果を発動した時に発動できる。その効果を無効にし、その後相手はこの効果で無効にされたカードと元々の名前が同じカードを1枚手札できから選んで除外できる。除外しなかった場合、相手は手札をランダムに1枚選んで除外する。なんだ。これいいのか？わからん。なんかサンダードラゴン相手にすると恨みに出る気がする。で、ラストレックス。お、かっこいい。ファイオーガーディアン。
感想が雑か。あ、ダイスエット。何ダイスエットってダイエット的な。サイコロを1回振る発動ターンによって以下の効果を適用する。自分のターン、出た目の数だけ自分の墓地からカードを除外する。痛みが1の場合、さらに、デッキの上からカード6枚を選んで、6枚を墓地に送る。相手ターン、出た目の数だけ自分のデッキの上からカードを墓地に送る。出た目がさらに6の場合、墓地のカード1枚選んで除外する。こいつ強くね？強いね。割と強くね、こいつ。割と強いぞ。第6巻的な？お、あと。見たか、俺の第6巻。第6巻二所天気模様です、はい。はい。いいですね。この天気モンスター全員集合と。いいね。いう感じで。いいですね。アルシエルだっけ？虹の天気。あれのちょっとお姉さん感がまたね。いいですね。出てましてね。はい。まあまあ、今回の光物パッドで見ていきたいと思います。はい。今回の光物見ていきたいと思います。まずは、スバリアから、花水木。それから、テクジノス、ハルバードキャノン、スラッシュバースター。そして、デスティニーヒーロー、ドミネイト、ガイ、聖杯のミーゴ、イーブ。それから、エクストラヒーロー、クロスガイと、チェンホール。この、6枚が当たったよと、当たりましたよと。で、ウルトラレアのカードが、妖精竜、ラルバウール。それから、揚陸軍団、アンブロエール。それからサイバネットマイニングですね。そしてアルティメットレア仕様のカードですね。レリーフシアのカードがジャクナイツパラディンアストラム。それからシークレットレアのカードがテックジナスハルバードキャノンスラッシュバスターという形になりましたと。マイニングが当たったのは非常によろしでした。ただ問題が、テンティスシークレット当たんなかったっていう。あと3箱くらい買って頑張って当てろよ。そこに、テンティスシークレット当てるまで帰れまてみたいな。やろうやろう。やだやだやだ、お金がなくなっちゃう。全部お前の実費で。やだよ。俺全然払わないから払ってよー。やだー。一箱4,500円もすんのね。頑張って頑張る。いや頑張んないそんな感じです。まあ足りない分はね、シングルで花水木とか、あとマイニングとか、あと他にディンギルス、ディンギルスが出ないから、そこら辺も、買うとして、まあその他もろもろいろいろ欲しいカードがあるので、まあ残りはシングルでね買っていこうと思います。ダークネオストームにて登場したカードを使った紹介とか対戦とは今後取って投稿していこうと思いますので、もしもなんかデッキ紹介とかのリクエストありましたらコメントとかいただけたら嬉しいなと思うとともに、まあこの動画良ければ評価やコメント、あとチャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいので、良ければお願いします。では、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ウロでした。サクレモンでした。つやげー。